どうもお疲れ様です。まあ集客はともかく販売がうまくいく例として、やっぱりね、一番最初のファーストコンタクトがすごく大事だなと思いますよね。そのファーストコンタクトで、まさにね、私みたいな人間に儲かる案件ありますよってダイレクトメッセージをね、しかも一度もコミュニケーションしたことない人から来るっていうのは悪手だなと思いますよね。まあこれがね、本当に人に呼びかけられて嬉しいって感じる人だったらいいんですけども、私の場合はね、感じないですね。だいたい速稼塾って何ですかって質問ぐらいしか受け付けたくないような気もしますけども、ここに大きなあれじゃないですか。販売に、制約にね、結びつくかどうかの入り口があると思うんですよ。例えば、商品持ってる人で、こっちから持ちかけていくっていうことは、もう、相手に対して結構こう、不利なんですよね、最初から。でも、まあ、吉谷さんもそうだと思いますけども、こうやってね、いろんな表現をする中で、あ、この動画の内容面白いなとか、話してる人のこと確かだなと思ってたら、向こうからね、やっぱりね、ドリームアカデミアって何ですかっていうふうにご質問いただいたり、質問がないまでもその質問がこう潜在化しててね、じゃあ今度ドリームアカデミアの説明しますよっていうドーンってきた時に、しっかりとそれを見ていただくってことで再生数がぐっと上がっていくみたいな流れができると思うんですよね。だから儲からない人ってそもそも集客でもうね、最初の一歩で失敗してるんですよね。で、しかも集客の方法をすごく教える人も下手というね。ダイレクトメッセージを適当に送りゃいいよみたいなのはもういつの話なんだというね。10年前の、それこそオプトインアフィレートの時の理屈で、今はそうじゃないですよね、もうね。いろんなものがこう織り込み済みで、皆さん SNS やってますからね。だから、どちらかというと、しっかりと自分のことを見ていただいて、で、コミュニケーションがあって、信頼関係が高まった時に、向こうから売り込まれるんじゃなくて、こちらの方からね、そういえばたまにこういう話出てきますけど、あれって詳しくお話しいただいていいでしょうかみたいなね。まあそういうふうな形でお客さんの方からアプローチがあった場合って大体売れますよね。でも商品持ってる方からお客さんが望んでもないのにね、入って出して、それはお腹いっぱいの人の目の前にね、カレーカツカレーを突き出すようなもんでね、うわちょっときついなと重いなって感じさせるものしかないのかな。しかもそのカツカレーをちらつかして、じゃあ1200円くださいって最初にね、費用を請求するというね、まあ握手ですよね。だからまあ売れないんだろうなと思いますし、売れないからこそ集客方法が下手だと思うし、集客方法が下手だからこそダイレクトメッセージでボーンと打ち込んでくるみたいなことするんでしょうね。まあでもしょうがないですよね、そういう人はそういう人で。まあそれでもたまに売れると思うんですよ、労力に見合わないぐらいは。いってらっしゃい。